道長、ビル高、お店いっぱい、人いっぱい、東京すっごい。鈴見ひより、今日から桜ヶ丘高校1年生。昨日のこと人にバラしたらどうなるか分かってんだろうな。俺たちのこと知らねえな。芋女。芋。サンドイッチ半分こする？あの、一緒にお昼食べてもいいかな？お母ちゃん、うちバイトする。生活費は自分で稼ぐわ。時給1500円。うちがこの二人のマネージャー見習いに。はぁ、あんたたちにうちの価値認めさせたるけ。ヒロインたるもの、嫌われヒロインと内緒のお仕事、2022年4月放送開始予定。うちの新しい学園生活。